様々な素材の定規定規は直線や曲線、角を引くために用いる文房具。物を切断するときに当てがって用いることもある。素材は主に合成樹脂、アルミニウムやステンレスなどの金属、竹など伸縮や狂いの少ない素材が用いられる。定規と物差しは混同されがちであるが、両者はその機能によって呼び分けられる。定規は、 直線や曲線、角の描画に用いる器具である。数学で定規という場合、それは平面上の任意のに転換を通る直線を引くことができるというただ一つの機能を持つ道具を指す。他の用途、例えば長さや角度を測ることなどには使えない。定規とコンパスを使用した作図はギリシャ時代から盛んに行われてきた。これに対し、物差しは、 線分の長短を差し測る器具である。物差しは測定器具であるから線引きには使用しない。物差しには材質によって竹製やプラスチック製、スチール製などがある。また物差しには形状によって直弱、巻き弱、折り差しがある。定規は線を引きやすいよう面取りインクエッジなどを施しているものが多い。定規について以下の日本工業規格が存在する。 構成直角定規についての規格、構成直角定規、つまり曲がり金についての規格、プラスチック製の三角定規及び直線定規についての規格、それぞれのメモリについての規格を含むが、プラスチック製定規の性能としては規定されていない。差しについて以下の実規格が存在する。軽量器の機能であるメモリについて性能として規定されている。 三角定規、運形定規詳細は、直線定規を、参照直線定規は直線を引くための定規である。伝統的な竹物差しなどには、線引き溝と呼ばれる溝が掘られているものが存在する。この溝は製図などで直線を引く際に用いられる。ペンを定規に直接当てて、線を引くと、定規と紙の間に、陰気が滲むことがある。それを防ぐため、ペンと一緒に、 スライダーと呼ばれるガラス製の棒を握り、スライダーをこの溝に当てて、ペンとスライダーを一緒に滑らせると、ペンを定規に触れさせずにきれいに直線を引くことができる。積雪を観測するため、直線定規を使用し、観測数値を記録することがある。雇用、能力開発機構、海底木工製図職業訓練教材研究会、2007年、4ページ。雇用、能力開発機構。 海底木工製図職業訓練教材研究会2007年6ページ雇用能力開発機構三定木工工作法2007年59ページ竹物差しはライラック株式会社日本文教センター変形合体させてカスタマイズし相手を弾き飛ばす定規バトル乗船。IT メディア2015年12月26日閲覧小田厚氏 モノサシストの演奏サンケイニュース2010年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年12月26日閲覧ありがとうございます